血だらけの男性が死んでいるとの通報あり、至急現場急行願います。俺たち3人は二度と会わないと誓ったはずだった。川端聡37歳、刺殺されたようだ。会社苦しくてさ、金借りに行くんで。この男と会っていたという目撃証言が出た。男はな、好きな女のために頑張ろうって気になるんだよやめてよあなた。久しぶりだ。俺刑事なんだ。お前俺のこと疑ってんのか。疑われたくなければ捜査に協力しろ。関係ないと言ってるだろ。刑事になって自分だけ綺麗になったつもりか。あなたは一人で何かを抱えている。私にはどうすることもできないと思ってた。この頃考えるの。私を産んでくれた人のこと。アスシ君は忘れていいんだよ。誰かが覚えてればいいんだから。俺は忘れない。俺たちはもっと早くに会うべきなんだ。会いたくても会えなかった愛する人へ。お前は何を守ろうとしてんだ。強くあなたを愛していた。